はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。まあ今回動画今日撮ってるのが土曜日なんですけど、まあ次の日、まあこの動画ぐらいの多分日曜ぐらいなんで、まあ、次の日、新しい新 LR ブーが、まあ、実装されるんですけども、月曜日からね。僕だったらどんなメンツにするかというところで、まあ紹介と、まあ実際ね、レッドゾーンを用いてっていうところで、ね、やっていけれればなと思ってます。まあ実際その部位ねえけどさ。ということでね、まあ見せていければなと思ってます。基本的にあの部位はブーで組むのが一番いいかなと思うんだけど、注意すべき点は、こいつとリンクが最初は組み合わないから、そこは変身待ちっていうのはありますね。だから最初はこいつかこいつで組み合わせる。そう、邪念部が、やっぱりリンク噛み合う部分があると思うんですよね。魔人だったりとか。そうだから、ここら辺魔人が結構強力な、リンクでもあるので、まあ、それと組み合わせる。もしくは無限の再生。あと両方とも組み合わせていって、まあ、回復であったりとか、まあ、バフを重ねていくっていう風な感じですね。で、もちろんブーだけでは弱い。おー、弱いです。無理。そんな無理。まあ、タイの LR ブーとかいるけど、あれはちょっともう、時代が時代なんで、ちょっと厳しいとこあるんですよね。だからそこら辺はクーラーであったりとか、まあ、セルでちょっとまかなっていく。ただ注意すべき点は、こいつとリンク合わす、うん、見た目同じような変身タイプなんだけどね、リンクが一個も噛み合わんす。なんでそこら辺が注意すべき点かなと個人的に思っています。特にクーラーだね。セルはちょっと組み合わせたことないから分かんないけど、セルも確かに組み合わんかった気がするんだよね。でクーラーはもちろんのこと、リンクはゼロです。でこの通りジャネンブーっていう名前がついてきながら、ジャネンブーだっけ、そう、ジャネンバとリンク合わないっていうね、わけわかんないでしょ、ほんまに。どないやってんねん、これも。ということで、やっていきましょう。これさ、どうなんだろうね。プラス2したら、頑張ったらいける？ただ、プラス2できるかどうかっていうのがわからんけど、これでチキ玉降りたらプラス2できる。OK、来た。オッケー、これで邪念ブームを出ると。あとは回避だね。回避すれば全画が得られるけど。さあ。一発目から52万かかってるんだけど。だいぶやばいよ。だいぶやばいよ。610万。打ち上げ花火。邪念ブー。そうなんだよね。ジャネンブーっていう名前がついておきながら、まあ、ジャネンバとリンクワンってどういうことや。ほんまにね、燃えて。さっきのは忘れてくれということでやっていきましょう。まさか俺があんな地帯を見せるとはね。思っても見なかったよ。ね、やっていくんですけど、まあ、まずは、必殺読みっすね。ここで必殺が飛んでくる分には僕は全然いいと思ってて、なんでかって言ったらブーで無効化できるから。相手って気弾系の必殺なんですよ、じゃないんですよ、普通に格闘系なんですよ。最後気弾打つくせにさ、よくわからへん、そっからへん、そう、最後気弾打つんですよ。なのに格闘系に分類されてる。だからブーで無効化を持っていって、よくわかりません。ここで撃ってくるんだよ。ここで撃ってくるんだよ。空気読んで。ブーム回したかったんだけどね。相手がこの2人だからちょっとね、最初にクーラー残すのはちょっとちゃいますね。さすがにリスクヘッジがな、リスクヘッジやリスク管理がなってない。OK。まあ撃ってくるでしょうね、この辺で。あ、撃ってこんのかい。俺ってこんなんならうまいと。おい、悩むなぁ。ジャネンバ残すか。ジャネンバとブー合うからさ、このまま残したいっていう気分も実はあったりするんだよね。あ、俺の気分なんだけどさ。ドッカンゲージ上げようか、とりあえず。で、回避すれば全画が得られないと、うん。で、こいつでも回復能力すげえ優秀だからさ。OK です。全画働く。けど打ってこない。509万、まあもう満タイでしょ。打ち上げる。いいよ、それでも。え、こいつ自体したいのはアルハンか誰だっけ。ピッコロだね。
最悪なんだけど、ゲロ吐きそうやろ。ああ、でも19万で抑えれんだ。優秀だね。まあ5ターン目に変身だから、まあ次登場時も変身はないので、まあ思いっきり HP 減らすか、はたまたマックス状態でいくか。まあどちらかでちょっと統一したい。ノー！オーマイガー！シューじゃなかった、大丈夫だね。はい、これで気力プラス2のクーラが必殺を打てると。これでかいよね。打ってこい。打ってこんのかい。なんだかんだこのブーが移動できてない。移動したいんだけど移動できないでいい。 OK、 なぜ移動できないか、相手がそういう感じだから。これマジで移動させてる。でも移動できねえんだよ。はい、わっしょい、ポーン。このメンツって結構いいと思うんだけど、ね、初手守りできるし無限上昇がいいし、まあ、入れ替えるなら誰を入れ替えるのっていうと、まあ、ブーは明らかに残したい部分がどうしてもあるので、まあ、それ以外かな。うん、それ以外をちょっとポイッとちょっとね違うとこに、まあ、解雇しちゃうっていう風に思いますね。まあ俺だったらブーとジャネンブは残したい。なんか残したい。ジャネンブはとにかくジャネンブめっちゃリンクつなぎにくいけどね、残したいんですけどね。優秀だからね、ここで全顔も働くし中確率回避だからね、優秀ですよ。彼は優秀なんだ。まあでもそれでもサポテクーラーサポとしてもまあ期待できるし、近くとまあガードの力クーラーを外す感じになるから、まあ、それか技のジャネンバかどっちかだ。うん、どうする。ああ、いい、フル今ディフェンス面なんだ。30万あるんだったらお前も追ってくれ。むしろ追ってくれな、ちょっと無理やわ。でここで真ん中で必殺打ってこないんであれば次変身は可能。ご飯、こいつこんな硬かったっけ。まあいっか。まあ次、まあ、こいつが必殺食らっても防げれるぐらいのレベルにはなったんちゃうかな。で次アルハンに合体できるから、そろそろね、こっちか表か裏に回したい部分あるんだけど、こっちジャネンバー来るよね。まあでもジャネンブーと組み合わせるのもいいか。でちなみにジャネンブとジャネンバはリンクが合わないというやつは亀だよね。本当にこの辺もあとは亀だよね。ジャネンブは相変わらず打てませんな。なんかいいな。あ、いい、オッケーオッケー。まあこいつ自体ディフェンスが無限上昇だから 30% 上昇、めちゃくちゃまあ効果としては認めやすいかなと思う。ナイス、750万。いいんじゃね、今んとこ悪くないよ。すげえ、すげえいい。うわー、倒せそうで倒さんやつ。そうくる。ああ、これは、発動させます。で、クーラーを残します。と。ディフェンス面をしっかり上げましょうか。とりあえず。破壊光線。はい、わっしょい。ダーン。っていう感じで、まあ、次のステージですけど。なんじゃこれは。ちなみに今こんな感じですね。36万、43万、21万と。で俺的に読みとしては
一番困るのが、18号かなが必殺打ってくることなんで、それ以外は別にいいかな。真ん中が暗いそうだからね、それが怖いよね。あ、ミスったやん、ミスったやん。ブーがあれだね、16号攻撃し忘れてますね。困ったことね。51番、まあ会心出ればいいか、会心出ればいいんだよ、会心出してくれよ。ってな、お前はこいつ毎ターンバリに必殺打ってくるから嫌いなんですよね。しかも全が働いてないっていう、70パー引けてないね。どういうこっちゃ、70パー引かへんのここで、すごいね。なんか初手で多分もう決まってんのかなこれ。なんか途中から全が働くっていうのはあんまり見たことない気がするけど、多分これもう初手で決まりますね。投手陣多分確率が決まるんちゃうかな。言ってんだけどさっきからマジでチク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 と、うん、まあ舐めてやがるっすよほんまに。ここはね、サポしっかり効かせます。で火力を持って叩き潰すと、そんな感じの流れが一番綺麗なんじゃないですか。これでいきます。まあ打ってくるとしたら先頭だけど、ここはまあクーラーがいるんでなんとかなるでしょう。勝てえなおめえは本当に。ここ打ってくる、打ってこない、ありがて。1219万、でけえ、潰せ潰せ潰せ、ブリキのおもちゃなんて。おお、いいね。810万。あ、でも今度出る分も、その俺個人的には弱いよ。4ターンじゃなくて8ターンとかの方が良かったかな。4ターンのうち120パワーアップでしょ。そんなもう2回登場したら消えるやん。3ターン目に登場したらもう1回こっきりやで、どないすんの。で120パワーっていうのはかなりでかすぎて、すごい多分落差を感じてしまうところはあるんですよ。だからそこを50% だけとかでもよかったんちゃうかな。 50% でもまあまあでけえよ。でもそうした方がなんか丸く収まってた気がするんだけどな、俺的にはね。まあそこはね、まあ有識者が教えていただければ幸いです。どっちがリングイン、これじゃねえ、ブート、あ、こっちの方がいいか。そっかそっか、まあまあ。でドッカンモード入るんですけど、入っちゃうんですよね、どっかまで。まあ入ってくれても別にいいんだけど、入らんかったっすね。嘘やろ、回避。あー、め、マジででけ。これがジャネンブーのええとこや。しかもディフェンス値見た、めちゃくちゃ高いから、ね、で全裸でしょ、で回避でしょ。中核率がけど、本当に30杯引けるかどうかですよ。30杯引いた後はもう天国です。もうほっといていい。全裸が働くから、そうエッセンスとは死ぬような球ではない。そい、ちなみにすげえ話、180度もしくは360度ぐらい変わるんだけど、360度変わったら元に戻るんだけど、なんか今回の展開値ボーナスステージ出にくくね、なんか出にくい印象あるんだけど、すげえすげえ出にくい印象ある。なんかな、これ好きだから見るけどさ、スーパーゴジータバリに好きだわ。このフリーザのちょっとドスの効いたっていうか低音ボイスにした、これ止まらない。消えた、冷圧が消えたからの、はい、俺の究極の変身を見られるのはお前が最初で最後だ。まあずっと最初受けたり見せてるけどな、お前。さあ
始めようか。さあ始めましょうか。それじゃあ消えてもらいましょうか。汚ねえ花火だぜと言わさせてもらいましょう。ただこれ、あ、回収も出る。あーでもこれ、それだったらさ、LR クーラーの方が良かったね。 LR クーラーの方が、火力としては段違いで今高いので、それだったら LR クーラー先頭に置いて、まあ特化モード入れば確定で会心なんで、それで火力出した方が良かったかもしれない。わっしょい、ダーン、オッケーオッケー、頑張れ、オッケーナイス。こいつでも極限来るのは早かったよ。おほーにファイアドーン、気持ちいい。はい、まあてな感じでいかがだったでしょうか。まあ俺だったらこういうメンツにするかな。おピンクを入れます、もしかしたらでも入れ忘れてるおピンクとかいるかもしれないんだけど、なんかおるような気がせんでもないけど、まあ、いいか。はい、まあてな感じでいかがだったでしょうか。まあ月曜日の分に期待したいですね。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。